She left her body covered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and corner. はい、お疲れ様です。セッションです。今回は2022年の間で自分が特にエイジングを意識してね、加速させていったものっていうのを、ちょっとそのエイジングの経過報告をしたいと思いまして、はい、そのご紹介動画、エイジング経過報告動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまずは一つ目ですね。はい、皆様これ覚えているでしょうか。これはマーク&ライトのミニ財布ですね。2021年の9月30日に終了したクラウドファンディングで、だいたい1万、7000円くらいで募ってっていう、自分のお師匠が、靴磨きのお師匠が購入して、で自分に譲ってくれたもので、全然そのエイジングが見られていない時、全然使っていない状態で、その段階でもらったもの、もう自分がエイジングをさせたと言っても全然おかしくない状態、初期の段階でもらったものなんですけど、どうでしょうかこれ、わかりますかね。テカリがついに出始めたんですよ。はい、ちょっと中も見ましょうか。中もこんな感じになりました。わかりますこれ、キラッとキラッと、はい、いい味出してますよね、こういうところとか。うん、で裏側とかすごくないですかこれ。わかります、この後わかりますか、これ、こっちのステッチの跡がほら、こうやって対照的になってるでしょ。ギュッて押されることによって、こっちに跡が映っちゃうっていう、これ押されてなってるんですよ。渋いでしょう。すごいエイジングすぎましたよね。このマーク&ライトの財布は、こう、パッて開いて、お札も何枚入ってるかっていうのも確認できるし、ここに小銭、ポッケもあるし、ここにカードを入れるところもあって、みたいな感じで、非常に視認性がいいんですよね。使いやすいです。で、まあ、半年、今まで、その半年前までは、どちらかというと全然エイジングしてなかったと思うんですけど、うん、自分も、その、ポケットに入れて、なるだけ触るようにはしていたんですね。だけど、全然エイジング加速しなかったんですけど、裏技を使いまして、ケツポッケに入れるっていう、禁断ですよね。お尻のポケットに、もう、入れて、ギュッと。で、もうずっとそのまんまにしておいたっていう風な形で、ここまでエイジングが加速することになりました。はい、最初の頃と比べて色もね、非常に濃くなりましたよね。濃いし、テカリは出るしで、いやー、かっこいいんですよ。超気に入ってます今。なんか変わって面白いですよね。最初の段階よりも、こう、どん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 、経年変化が進んでいくと、ね、普通中古とかになっていくと、愛情って薄れるものじゃないですか。ね。だけど、革製品ってそういうのがないから、いやこれは、また、数ヶ月経ったら、どんな感じですよって、定期的にご報告していきますね。はい。以上になります。はい、じゃあ次ですね。まあ言わずもがなって感じなんですけど、まあ皆さんご存知、はい、アイアンレンジャー8084ですね、うん、レザーはブラックハーネスと呼ばれるオイルドレザーを使ってます。はい、これは半年も経ってない、90日、まあ3ヶ月くらいしか経っていないんですけど、まあ、それでもほぼほぼ1週間毎日履き続けるっていうことを頑張って
した子なので、あのいろんな YouTuber さんが履いているアイアンレンジャーと同じ、まあ、完成形のところまでエイジングが進んだんじゃないかなっていうふうに思います。はい、特にねこのくるぶしといいますか、この関節の部分のボコンとしたこの、ほらすごいでしょ、このボコンとした、こっちから見た方がいいのかな、ほらすごいですよねこれ、よくわかるね、これが本当にねかっこよくて、本当にこの子買ってよかったなって本当に思うんですよ。うわ、なんか鏡面かけてるから見づらいなこうかな、このキャップドトゥーのこのステッチの前の部分にもシワが入って、はい、うん、なんかアイアンレンジャーってみんなこういう風にシワ入りますよねこの子はね、この子も引き続きエイジングをしていくんですけども、まあエイジングプラスあとはカスタムの方をしようかなっていう風に思っていまして、はい、あのこの動画を出す1個前の動画にも、もっとこういう風にしたらかっこよくなるかもみたいなコメントが、はい、つけていただいた視聴者さんもいらっしゃったので、ぜひ参考にさせていただきたいなと思います。はい、うちのアイアンレンジャーちゃんでしたはい、はい、次行きたいと思います。次はですね、これも皆さん覚えていますでしょうか、スコッチグレインの手帳カバーになります。半年前と比べてテカリが増したと思いませんか。はい、こんな感じでテカリが増しております。はい、中身もねこんな感じで、うわ、こうやって見るとすごいな、前あれですよね、前のこの動画の時は、そこまでじゃなかったですよね。やっぱ使っていくとこんなに味って出るものなんだな。釜の手帳カバーみたいなのって、うん、自分これが初めてなので、これスコッチグレインで購入したんですけど、マーク見えますかね、はい、ヨーロッパのアノネイシャの顔を使っているみたいですね。はい、でこの革も自分が購入した時はこの手帳っていうのが確か3つか4つくらい置いてあったんですけど、全部一個一個表情が違うんですよ。すごい全然違うんですよね。特に自分はま、この革といえばみたいな、わかります、こういう風合いっていうか色合いあるじゃないですか。これもそうですし、パッと開いた時の、見えるかな、自分血筋がほら残ってる革らしい革っていうか、これが大好きで、渋い、あのアイアンレンジャー8084も血筋がこう色濃く残ってるんですよ。それがかっこいいっていう理由で買ったって言っても過言ではないみたいな感じで、はい、であれですね、この子もすごいテカリじゃないですかこの子もケツポッケに入れてお尻のポケットに入れてエイジングを無理やり加速させていたっていう、はい、そういう経緯がありますはい、この子もまたっていうか、あの残していきますよ、 YouTube ね、動画に残していくので、またこの子がどんなエイジング具合になるのかっていうのをちょっと楽しみに待っていてください。はい、はい、すいません、最後は皮からねちょっと外れるんですけど、皆さんこれこそ覚えていますでしょうか。半年前くらいに購入したよって報告したリーバイス501、リーバイス501ですね。はい、前に一度洗濯してから、はい、あのその1回しかしてないです。しかもそれはあれですよ、あの汚
くなって洗濯したっていうよりも、しっかりヒゲとかあたりとかを出したいっていう意味で、うん、のり付けをしっかりする意味で一回洗濯しようっていう風にやって購入したんですけど、うん、はい、すごいね、最初の頃はすごい硬くて、はい、履きづらかったんですけど、でもこれ洗濯したらちゃんと蜂の巣とか現れるのかな、ほらこんな感じで いい蜂の巣になりそうじゃないですか。これもまた歴史を感じていいですよね。これはね違うんですけど、そもそもこうリバイス501っていうのは1890年に販売されたモデルで、今までそのデニムっていうのがワークブーツじゃないや仕事着として着るものだよデニムはっていう風に言われたところも、こう革新的革命的っていうか、はい、ファッションブランドとして着てもいいんだよっていう風になった先駆けでもあるのがリーバイスなので、はい、これもんいいヒゲっていうかいい色落ちの仕方、自分そのちゃんとデニムを購入したっていうのが今回が初めてなので、今まで血のパンとかそういうのしか履いたことなかったので、全然そのデニムに関しても無知なんですよ無知なので、デニムだったらこういう風な履き方をするとエイジング加速するよみたいな、そういうのをもし視聴者さんの中で知ってる方いらしたら、ぜひコメントに残してほしいです。はい、よろしくお願いします。履き心地としてはすごい最初はきつかったんですけど、なんか伸びてきた感じがする、伸びてきてる感じがして非常に履きやすいですね。履きやすくていいなーなんていうふうに思います。ちなみに自分はジーパンはデニムはロールアップして履く派です。また一着新しいデニム欲しいなって思ってて、インスタグラムとか見ちゃうんですよ。そうするとアイアンハートとか、デンハムとか、あと桃太郎ジーンズとか、なんかすごい自分好みっていうか、すごいかっこいいデニムこんなにたくさんあるんだなって、なんでもっと早く気づかなかったんだろうって思ったこともあるし、でも多分、今の自分だからこういうのがかっこいいって感じる感性が身についたのかなと思うしね、はい、そんな感じになります。はいはい、いかがだったでしょうか。なんか改めてなんですけど、なんかやっぱり YouTube っていいなって思いましたね。やっぱ最初の頃、はい、YouTube 始めて2年半くらい経ったんですけど、 YouTube 最初始めた頃はやっぱ5本10本とかってやっぱ動画しかなかった時は、ね、見返すことって正直なかったんですよ。だけどお財布のエイジングとか、あと革の手帳のエイジングとか、やっぱりそういうのを見るときってなんて言ったらいいんですかね、ずっと一緒にいるとその人の成長ってこう近すぎて逆にわからないみたいなのってあるじゃないですか。なんかそれと同じで、このね、革財布とかそういうのもやっぱりずっと持ってると本当にエイジング進んだのかな、どれくらい変化したのかなっていうのがわかんなかったんですよね。だけどやっぱり改めてこういう風にアーカイブっていうかデータっていうか、そういうのがぐわーって残り始めた中で、うわ、こんなにこの子成長してるんだ、あ、経年変化してるんだっていうのが見て取れるようにやっとこう自分の YouTube がなってきたっていうか、見ててこう振り返ることができる YouTube になってきて、はい、なんかいいなって思いました。はい、引き続きやっぱりね、こういうのをどんどんデータ動画として残していって見返すこと、うん、どんどんしていって、はい、なんか総集編みたいなのって作ったら面白いんですかね。1年目2年目3年目みたいな、その例えばジャランスリワヤっていう自分の愛靴があるんですけど、ジャランスリワヤの1年目2年目3年目っ
で、レビュー動画を全部つなげてみるとか、なんかそういうのも面白いのかなって、なんか改めて思いました。はい、以上になります。もっともっとかっこよくエイジングできるように頑張りますね。はい、では2023年も皆様よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。